右足綺麗にね、ピンってこう倒れたの誰かはい、左足憧れの PL はいはい、親はやっぱ反対してた。あんなちっちゃい体の子を無理やろうっていうのをあの周りは言ってた。3年生は今岡誠さん、2年生が松井和夫さん。松井和夫さん、はい、同期に三郎さん、ね、三郎と宇高っていうのがあるからね、プロ行きましたけど、はいはい、ね、今ってどっちかって言ったら何ですかね、楽しくやることがよしみたいな。あでも その楽しくまず野球やるっていうのはもう根底としてまず大事であって、楽しいなとかおもろいなっていうことを満喫させた先に夢中になったりとか、はい、あるじゃないですか、はい、で夢中になってるのはもう本気じゃないですか、はい、そうですね、本気への橋掛けを僕はしていきたいというか、これをなんか体得したものってこう、残したい。恥ずかしいな。あ、ホーリーさんこんにちは。こんにちは。お世話になります。ホーリーです。すいません、今日はちょっといろいろ YouTube、はい、ご視聴取材協力。はい。いただきまして、ありがとうございます。いえ、もう、取材来ていただいて、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。よろしくお願いします。PL のご出身ということで。はい。後輩に多分当たられる。はい。大月さんからですね。はい。ご紹介いただいて。はい。はい。今回いろいろ人生、野球人生ですね。はい。紆余曲折あると思いますんで。はい。その辺のお話をぜひ。はい。面白おかしく聞かせていただけたら。はい。すごく嬉しいなと思ってますので。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。堀さん、あれですよね、はい。YouTube チャンネルも。はい。最近ちょっとね、更新滞っておりますが。はい。何年か前に、コロナ前から、はい、コロナ禍の時に始めたのが、はい、はい、あります。あれってなんか始めるきっかけとかってあるんですか？始めるきっかけは、コーチ。あ、から。から。やりませんかという。そうですね。コーチが、なんか、監督、昼休みに、PL ネタとか喋ってるのめっちゃ面白いから、はいはい。そういうの、YouTube 向いてると思うんですけど、どうですかみたいな感じで言っていただいて、はい。はい。ちょっと渋ってたんですけど。あ、渋ってた。恥ずかしいんで。あ、そうなんですね。はい。かなと思ったんですけど、はい、その後ぐらいにちょうどコロナ入って、はい。で、全くなんか身動き取れん時があったので、はい。まあそうした中で、時間が結構できたから、はい。ちょっと、たまたまなんかあれで喋ってくださいよ、みたいなんで、はい、はい。じゃあやろうか、っていう始まったのが、きっかけですね。はい。どうですか？やってみて結構、個人的にも実は見てってですね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。めちゃ面白いなっていう。はい、はい。ところはすごく思ってたんですけど。はい、はい。やってる側はどうですか？やってみて。側は。でも結構反響あったんじゃないですか？そうですね。最初、やっぱり、まあ、PL ってね、ご存知のように今、野球部なくなっていって、はい。っていうのもありますし、はい。世の中に結構伝わっていってる内容って、やっぱ暴力事件のことであったり、はい、まあそういうことが、多かったっていうのと、多かったので、はい、で、なんか、そればかりが、なんか、こう、PL ってそういう、はい、学校やんみたいな。はい、感じはやっぱりちょっと悲しい部分があるというか、はい、だから自分がPL でいさせていただいて学ばせていただいたこととか、はい、勉強させていただいたことをお伝え、少しでもお伝えできればなっていうことから始まって、ね、で途中の段階からやっぱり、
PL の真髄っていうものをやっぱりお伝えするにあたっては、当時の、はい、私らがお世話になった恩師の、はい、清水孝義さんがコーチでいらっしゃったので、はい、コーチの方から直接そういう話を聞かせていただくのが一番いいかなと思って、そういう清水さんの方に、行かせていただいたりしたんですけど。あ、そういうことですか。はい。はい。実際でもなんか、まあ我々もそういうメディアからの情報だったりとか、はい、まあ、っていう、はい、言われるところから、はい、まあ、PL のイメージと、はい、実際ホーリーさんのチャンネル見ると、はい、まあ、結構、なんか、乖離があるというか、はいはいはい。はい、なんかまあ、面白いって言ったらあれですけど、うん、まあ、しっかりこう、生きてる、今生きてる、はい、社会に出て生きてるみたいなところは、すごく感じて、はいはいはい、あ、そういう見方してました。そうっすね。だからこうね、PL ってこうね、はい、こういうことをよく、はい、やってますけど、はい、なんか、ああいうのも、なんか、一人一人打席立たせていただくときに、はい、その今から打席立たせていただきますとか、はい、そのランナーを送らせていただきますとか、なんか、そういうことが、こう、ここにお守りがあって、はい、自分が打席に入るときはそういうふうにしてるっていうか、だから1点取ったとか帰ってきたら、そこでまた落ち返してとかっていうのがあるんですよ。PL の野球ってね。だから、その中でその私利私欲じゃないっていうこととか、はい、その自分がヒットを打ちたいとか、はい、何々したいとかっていうことではなくて、その立たせていただいてるとか、こう1点取らせていただいてありがとうございますっていうようなこの野球を僕らは教わったんですよね。そういう部分がなんかお伝えできたらなと思って最初ね、そういうお話を自分らもしてきたんですけど。なるほどですね、はいはい、じゃあちょっとぜひその辺の話もですね、はい、詳しく聞かせて、はいはい、いただけたらなと思いますので。はい。そしたら、まあ、改めて、はい。お願いします、はい。お願いします。ホーリーさんは、はい。ご出身はまず、どちらになるんですか？生まれは和歌山。和歌山。和歌山の串本ですね。あ、はい。本州最南端。最南端。はい。はい。ずっとそこで。小学校4年の途中で、はい。父親の転勤がきっかけで、奈良の桜井に引っ越してきたんですけど。あ、そうなんですね。はい。はい、ご両親っていうか、まあ、家族構成ってどういう家庭で育ってるんですか？父親はJR で。あ、JR で。はい。はい。で、母親がいて。はい。で、三つ上に兄がいます。三つ上にお兄さん。はい。はい。のお二人。そうですね。で、二人兄弟、ね。はい。はい。野球はどんな感じですか？いつから野球、少年野球チームに入ったのは小学校3年生ですかね。でも、もう、小学校1年生とか、3年生からしか入れなかったので、あ、少年野球だ。へぇ。なので、1年生、2年生、もう小学校入っては、兄がもう野球やってるのを見てて、あ、それで、ボールを触って、遊んでるっていうのはもう、はい、じゃあ、お兄さんについていって、ね、で、その横でちょっと遊んでるみたいなところからのスタート。そうです、そうです。最初は嫌やったんですけどね。あ、嫌やったんですか。そうです、そうです。なんか、ヒーロー戦隊ものみたいなんとかって日曜日朝やってた。あ、あります、あります、あります。あれみたいのに、ちょうど、兄が野球で行くからっていうので連れ出されていくでしょ。だからすごい嫌、最初は嫌やったんですよね。あ、そうなんですね。はい、はい。それなんかあれですか、お兄さん始められたきっかけ、なんかお父さんが野球、父親が野球好きやったというのと、兄がちょっと喘息があったり、はい、あったので体鍛えなっていうので野球をさせたのがきっかけやと思うんですよね、はい、でどうですか、小3からまあスタートして、はい、それまでも遊びの中では野球やってたりするんですか？もう自分はその時にはもう遊びが隣の家の壁当てがもうずっともう面白くて。あ、面白くて。はい。で、兄の野球を見に行きながら、はい、なんか、剣道もちょっと興味があったんですよね。親戚のお兄ちゃんがやってたりとかで、はい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 、防具がかっこいいなと思って、あ、なるほど。で、キャッチャーやりたいなと思って、なるほど。で、それをやりたくて、その、まだ少年野球チーム入る前に、もう、なんか、紙粘土で、はい、キャッチャーマスクを作って画用紙でプロテクター作ってでベガースも
画用紙で作って、テープで留めて、で、添加粉を、あの、老子みたいな、をつけて、壁当てしとったんですよ。もう一人遊びですよね、ただのね。そういうことですね。はい。へぇー。あ、もうめちゃめちゃ面白かったですね。それやっぱりあれだってヒーロー戦隊ものとかそういうのに憧れてたら延長戦でそういう防具そういうなんか侍とかはいはいはい、はいね、そういうノリで多分キャッチャーを見てしまったんでしょうね。え、実際にどうなんですかキャッチャーは。いやほとんどやらずやらずやらずですけどね、はい、キャッチャー経験はないないですなるほど、はい。で、じゃあ、小学校3年生がそのチーム入って、はいはい、じゃあ、まずどこからスタートするんですか、ポジションは。ポジションはね、でも、上級生の人らがいっぱいいてたから、はい、なんか、セカンド守ったり、外野守ったりが最初3年生やったと思いますね。あ、なるほど。はい、そう、試合とかに出るっていうのはどれぐらいから出らっしゃる？試合に出始めるってなった時が、その、やっぱり転校して、はい、奈良の桜井にっていうのに来て、はい、っていうのがきっかけになって、そっから小学校4年生の終わりに試合出てて、5年生になった時には上級生の学年のところで自分サード守ってっていうふうになってましたね。なるほどですね。はい、結構、どうなんですか？運動神経は良かった子供。良かったんだと思います。足が速い。足は速かったですね。はい、なるほど、はい、実際そのチーム自体はどうですか？結構強かったチーム。少年野球のチームが、はい、そのものすごくその昔僕らの時代は、はい、奈良のその桜井市のあたりとか、まあ、奈良県全体そうだと思うんですけど、はい、野球ものすごく盛んでしたので、週5ぐらいで練習してたと思うんですよ。平日も練習ありましたし。もちろん土日も。はい。はい。じゃあもう結構強いんじゃないですか。小学校で平日もやってる。小学校はそうですね。だから小学校6年生の時には奈良県大会優勝してますし。じゃあ全国にも。県大会って近畿大会まで行ったと思うんですけど、近畿大会勝て、途中で負けたと思いますね。全国までは行ってないですけど。行ってないですか。だから桜井市っていうことで限定すると、桜井市の大会は負けたことがなかったですよね。県大会は常に出てるっていう状態にはなってましたよね。結構じゃあ市内ではもう超名門ぐらいの感じのチーム。そうですね。っていう感じですか、ね、はい。で、そこでももうレギュラーにも、小5から。小5から出て、6年生になった時はピッチャーやって、ピッチャーっていう感じでしたね。はい。なんか当時のその夢はやっぱりプロ野球選手になるっていう夢。そうです。小学校6年生の時に、文集にはそう書いてましたけどね。ああ、やっぱり。PL 学園入って、はい、甲子園出場して、はい、プロ野球選手になって、はい、契約金1億円みたいな。いや、1億円。はい、その当時は1億円がね、なんか。まあそうですね、一つの。はい、一つのなんかステータスみたいになってたので、自分はそうなりたいと思ってましたね。じゃあ、PL に入りたいっていうのは、はい、もうどのタイミングから思ってるんですか？多分小学校 5年生か6年生か覚えてないですけど、はい、そのあたりの時に立浪さんの世代の方たち の、はい、あの春夏連覇を見てて、はい、もう立浪さんがかっこいいのと尾崎さんがかっこいいの、あ、なるほど、とにかくそこに憧れる。そうですね。だから そこで自分なんか PL をちょっといいなって思ってたので、県大会とか出た時はなんかね、お守りをこう、はい、なんか入れてね、はい、あのこれを真似してました、ね、小学校中学校はそうだからもう意識はでもやっぱり PL かっこよかったんでしょうね。まあ、そうですよね、はい。で、じゃあそこからは小学校、まあ、6年生になって、はい、まあ本当に結構なんでしょう、市内の大会とかは、はいはい、ちゃんと、まあ、優勝とトーナメみたいな感じですか。はい、そうですね。チームもそんな感じで行ってましたよね。で、そこからその次中学校で進路になるときに、はい、そのクラブチームかもしくは中学校のこう軟式の野球部とかっていう選択になると思うんですけど、はいはいはい、その辺ってどうですか。本当に僕は和歌山の田舎からたまたま引っ越して奈良に来たもんですから、はい、
あの中学校の部活以外にあのクラブチームがあって公式の野球があるチームがあるとかっていう存在自体も僕も知りませんでしたし、うんうんはい、親も当然知らないです。はいはいはい。でその時にやっぱ少年野球の監督さんが、はい、あの野球で生きていくっていう道、はい、考えたことないんかって途中でなんか小学校6年生の時ぐらいになった時に言われたんですよ。ええー、みたいな結構早いそうですね。え、そんなんあるんですかみたいな感じで、だから公式の野球ってあってなっていう、でなんか何チームか声かけてもらってるけどっていう、はい、そういうあの、公式の野球をやるつもりはお前はないのかって言われて、おうちをやりたいですね、はいはいはい、そんなあるんですかみたいな、そこで初めてそういうのを知ったっていう感じですよね。で、まあ、親御さんもそこはもう別にいいよっていう感じなんですか。そうですね、親も何も知らないので、あ、そんなか、そんな風に言われてあれだったら行ったらぐらいの、行ってみるんかみたいな。お兄さんは軟式やったんですか。そうそう、兄は部活をそのままやってたので知らなかったので、はい、なるほどですね、兄はね、だからそういうのではちょっと、僕は恵まれてたかもしれないですね。なるほどですね。はい。で、結局どこに進まれるんですか。なんていうチーム。郡山シニアっていう。郡山シニア、はい。シニアリーグの方に行かせていただきましたね。なんか、見に行くかっていう。はいはい、見学に。見学でいくつか見に行くかって言っていただいて、はい、一番最初に見に行かせていただいたのが、郡山シニアだったんですけど、はい、そこ行った時になんかそのビジター用のユニフォームかなんかが縦縞やったんですよね、はい、ユニフォームが着たことがなかったので、はい、縦縞のユニフォームだって今まで着たことがなかったから、ユニフォームいいかなっていうのとその監督さんとかコーチの方とかを見て、はい、あ、この人たちとやったらここで野球やってもいいかなみたいな、はいはいはい、思ったっていうのと、なるほどですね、はい、じゃあもうそこで、じゃあもう決められて、はい、まあ、郡山シニアに進むと。そうですね、はい。で実際、郡山シニアはどうですか、平日も練習は。あ、なかったです、土日だけで。あ、それどうですか、急に、はい、今まで週5で練習あったのが、はいはいはい、土日だけになる。土日になったので、僕はなんかそこも良かったですね。あ、それも良かったですね。なんか、あ、土日だけかっていう。じゃあ他の日は、なんか、練習を自分がしたかったらできるし、はい、他のことをやりたいと思ったらできるし、うん、っていう余白が5日間ぐらいあって、はい、っていう土日集中して野球やってみたいなのが、はい、いいかなと思って、ね。ああ、そういうことですね。はい。じゃあ実際平日は何されるんですか。平日はでも僕もあの部活動っていうかこっちも入ってなかったので、はい、家から帰ってきたら走りに行ったりしてましたし、夜はなんか当時はその少年野球の監督さんが、はい、夜な夜な、地元の高校生とか、はい、そういう人たちが集まってくる道場みたいになっている場所がありましてね、そこへ僕は小学校5年生から行ってたので、まあ、野球スクールみたいな、今で言ったら野球スクールみたいな感じなんですけど、完全にボランティアで、で、そのティーバッティングをこう、はい、多い時は500とかっていうのをこうやってるような週3回ぐらい行ってたと思うんですよね、そういうのに行ってましたよね。自分何人ぐらい来てる、結構来てる感じですか。10人前後やと思うんですけどね、そこに来てた方たちがやっぱり先輩方がかっこよかったので、はい、大先輩でピエールのその野々垣さんっていう方がいらっしゃったりとか、はいはい、あ、いらっしゃったんですか、はい、でその方たちが中学校3年生の時に僕が小学校5年生だったんですよ。はい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 。でその夜にこうやってティーバッティング野々垣さんされてたり、はい、その時に同じように智弁学園に行かれた方とかもいらっしゃったんですけど、その方たちが真冬にそのティーしてたらこうブワーッとこう、はい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 、湯気がかっこよかったんですよ。もう輝いて見えて、
ああって これぐらいやらなあかんねやっていうのをなんか背中で見させていただいたっていうか。確かにかっこいいですね。はい。憧れてたんで。まあそういう環境でも、まあ、PL にこう、ちょっと接するというか。なんかね、はい。なんとなく自分の中にはこう持ってたと思うんですけどね。ああ、そうなんですね。はい。じゃあ実際その郡山シニアに進んで、はい、そう試合とかって出るタイミングってどれぐらいになるんですか？が、小学校6年生の野球が終わって、はい、12月ぐらいで終わるんですよね、はい、で1月ぐらいから郡山シニア行かせていただいて、はい、多分2月か3月2月ぐらいから練習試合とか、はい、ちょこっと後半入ってきて3月になってとかっていう段階ではもう試合出させてもらってたんです。あ、入団前っていうか。はい、はい。ほぼほぼそんな感じで。だから入ったと同時に、試合には出させていただいたんですね。結構、でも郡山シニアっても結構強い。そんなに弱くはなかったですね。ですよね。はい、はい。その中でもっていう感じなんですね。そうですね。だから何年か前に吉田監督、今でも吉田監督って、はい、当時の監督はまだされてるんですけど、あ、そうなんですね、はい、1年生のあの時期から出たのはあの僕だけみたいで。そうなんですね、はい。まあ、なかなか、まあ、結構高校は昔はなんかそういうのちょっとあったとかっていう話聞くんですけど、はいはい、中学校で入団前に試合出てるっていうのは初めて私聞いたんで、なんか、ね、そういうぐらいやってなったんですいけたんですよね。そうなんですね、はい。じゃあもうじゃあ中1からすぐ試合に試合出させていただいたんで、だからあの当時のキャプテンの方がショートだったんですよ、はい、郡山シニア入った時は、はい、キャプテンの方がレフトに回って、で僕がショートの方も出せてもらうということになったので、そっからがだから勉強しましたね、野球を。あ、野球ですね。その、うん、あ、なんかキャプテンの方が身長がもう170何センチぐらいあって、はい、僕はその時にね、ほとんど今も身長伸びてませんけど、はい、中1で止まったので、はい、150ちょいなんですよ。はいはいはい、ってことはもう20何センチ差がありますよね、はい、だからそこで自分守らせていただいてたんですけど、はい、どうしても自分の頭を抜かれる打球が出てくるんですよね、はいはい、ジャンプしても取れんので、はい、だから左中間抜けていくじゃないですか、だから長打なってみたいなのがあって、はい、先輩とかがピッチャーの人とかがね、なんかこう堀がショートやから今の抜けたやないかって思わへんかなとかね。ああ、なるほどですね。って思い始めて、はい、でもなーみたいな、なんか身長はな、努力してもどねもならんのよねみたいなあったんで、はい、だからその途中で自分が目標を立てたのが、その自分の間をゴロで抜かれないショートっていうのに自分はなりたいと思って。で、はい、でそっからがなんかこう、じゃあどうしたらいいんかなって、そんなゴロ抜かれるんやけどみたいなんで、やりつつずっとそのなんかこうやりながら、こう自分なりにこう自問自答してるみたいな時間があって、である時になんかバッティング練習中とかにね、こうやって守ってたら、はい、ああみたいな、ひらめいて、ほうほうほう、え、最初から分かったらええんちゃうみたいな思ったんですよ、はい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 、ふと思ったんですよ、はい、わ、ほんまやと思って、それでそのじゃあそれが分かるようにしよう思ったらどうしたらええのってなっていって、その自分たちのチームの選手の傾向とか、はい、バッティングの癖とか、はい、なんかそういうことをなんか見るようになって、遊びで、はい、右とか言って、左とか言って、こう、張って遊んどったんですよね。バッティング練習。そうです、そうです。で全部動くのしんどいから、はいはいはい、うん、なんかこう、後ろでね、はいはい、なんかこう、何人かで待ってる時とかあるじゃないですか。はい、かそういう時とかも、なんかその自分はこう、一球一球こう張るっていうか、はいはいはい、右やぞとか、左やぞとかっていう、このあれを練習してたりすると、なんとなく、あれ、ある時から、その、あれっていう、その相手チームのバッターがこうネクストで振ったりとか、こうやって入ってきた時とか、あ、うちのチームの誰々と同じパターンやとか、なんかそういうことが分かるようになってきたりすると、ポジショニングがだんだん分かってくるじゃないですか。そしたら前もってこっちやなとか、なんかそういうことをやり始めて、なんか
あっていう、野球っておもろいな、みたいになっていったと思うんですね、僕。それ、中学校1年生。1年生はい、1年生の時に。すごいっすね。なんですかね。だから、まあ、遊び、まあ、遊び感覚的な。僕はもうそのなんか、それが、その遊び感覚だったんですよ。ってことですよね。遊び感覚でずっとやってて。で、その、当時は、ね、今やったら映像がありますけど、はい、なんか、メジャーリーグの、話とかも、なんか、ちょっとぐらい出る中で、はい、なんか、オージー・スミスっていう、選手がすごいとか、はい、なんかね、で出て守備だけで、はい、何万ドルみたいな人がいてるっていう、魔法使いって言われてるとかっていうの、はい、その辺のチラッとした記事が、こう、ボールを取ってから、なんかもう全然ショートの位置と、ショートからファーストの位置なんかは、こう、もう、こう、目で確認して投げるなんか線でも、なんか、わかってるよっていうようなことを書いてたんですよ。へぇーみたいな。あ、そんな感覚なんやと思ったら、そのバッティング練習中にこうなんか前落ちてるボールとかあるじゃないですか。はいはいはい。あんなのを自分はミアンとそのファーストネットを放り込んどったら、はいはいはい、なんかそんな感覚身につくんちゃうかなとかっていうことをいっぱい中学校の間にしてたんですよね。へぇー。だからすごい面白かったんですよね。あ、なんか中学野球は。逆になんかその辺って、はい、こう中学校の指導者の方がこう、わっとこう、なんで上からこうやれとか。なかった。そういうのはないってことですか？何にもなくて。本当になんか、技術的に構成合わせって言われたことが自分はなかったので、はい。だからその中学校の時に自分がひらめいたこととか、はい、思いついたこととか、なんかそういうことの実践みたいなのを自分なりに考えた練習みたいなのがこうチーム練習の中で僕いっぱいできたんですよ。だからこう中学校入ってきて2年生になりましたとかぐらいになってきたってなってきた時にはチームの中で自分よりか肩が強い子が2人おったんですよね。はい。あ、そしたら、あ、僕全国レベルで見た時に強肩じゃないんやっていうこともう分かりますよね。はい。チームで3番なんやから。あ、そしたら肩が強いっていう選手じゃないんやっていうのを自分が認識する。はい。そしたらこの先でやっていくときに、強肩の人の内野手とは勝負しても自分は負ける。はい。ってことがわかるから、はい、強肩じゃない人に勝とうと思ったらどうしたらいいんやろうとかって考えていくようになっていったら、ある時にやっぱり同じチームの子でサード守ってた子とかが、ものすごい肩強かったんですけど、はい。必ずノックの時にこうやって、こう、一つ余計なステップが入ったりとか、はい、で、ガッてこう引っかかるときがあったから、もう一回ステップ入れたりとかって、するプレーみたいな、あって、あんなことなるんや、肩が強い選手ってそうなるんやとか、肩に頼るとああいうことが起こるんやって見て、でも自分がノックを受けたっていう風になったときに、一回でパッて、今度自分もやるときあるんじゃないですか。はい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 、パッて投げれみたいな、はいはいはい、あったーと思った、うお、なったぞーみたいな、俺もやってるってことは、絶対負ける。なるほどですね。ってことはじゃあなんでなったんかなって考える、あってそのボールを投げるっていうのに関して俺は引っかかったけど、はい、その時にちゃんと持ててなかったからで脳が投げれないと思ったんやっていう、はい、なるほどですね。でもよくよく考えればちょっと待てよみたいな、ピッチャーはさみたいな、こうやって投げるって決まってるけど野手なんかこれでもこれでも投げたらあかんっていうルールないやんって。そしたらそれをこう覚え込ましたら、その投げれないっていうふうに思わへんようになるんちゃうかって思って、キャッチボールの時からそのこれをこう3つで投げたり、こんなクソ握りで投げてみたりとかってやってたら投げれるようになってくるんですよね。だそれ馴染ませてもったら別に握れてなくても、年間ぐらいは全然投げれるわけやから、あ、いけるいけるとかって、いうのをいっぱいやっとったんですよ。すごっ。面白いよね。それをなんか、なんちゅうすか。みんな気づいてない？俺今日気づいてみたいなことを一人でこうなんか発見したから喜んでて面白いなーとか思って。すごいし、そういうのってなんか昔からのあれなんですか？そういう性格上なんかそういうのちっちゃい時からちょっとなんか興味とか自分で考えるみたいなって能力あったんですか？あとまあどうなんですかね。どうなんですかね。野球にだけあったんだろうかな。まあ好きなことに対して、ね。好きなことに関してはそういうのがあったりとか、野球、うん、好きな選手とか、そういうのになってきたかってなるっていうか。ちょっと掘っていくんじゃないですけど。そうなんですよ。だからそういうのも、自分が中学校1年生になって、ちょっとしてから、
あの右打ちでやったの左打ちに変えたとかあったんですよね、はいはいはい、だから岡崎薫選手が大好きで、はいはいはい、巨人のだから VHS で僕3本ぐらい持ってたんですよ、あの岡崎薫選手のだけのですか VHS バッティングあそうしたら 左対左になった時だけねすごいね構えこっち側が前足が開いた状態地かピッチャーに正対した感じでこうやって構えてるんですよね、見てたらね、あなんでなんやろうってあ左ピッチャーの時じゃあ自分もやってみようかあ確かに見やすいんかとかあ見やすくしといて入っていくんかとかっていうのを、なんかもうモノマネばっかりですよモノマネ結構モノマネみたいな そんなんをあって言って発見して、やっぱ考えてんねんなプロの人ってとかって思いながら、まあそういうのを気づくまた楽しさで、はい、面白かったです。でハマっていくんですよ。そうですね、だんだんそれでこうなんかハマってはいってたと思いますね。